はい、どうもこんにちは、こんばんは、リーダーです。はい、今日はね、ちょっとね、動画の投稿自体ちょっとマジックフェストの、影響もあって遅くはなってしまったんですけども、10月の、投資結果報告の方をしていきたいと思います。はい、でね、10月といえば、思い返せばちょっと結構なんか前のように感じるんですけども、10月といえば、エルドレインの王権が、まずは発売しましたよね。で、そして実はあれなんですよね、パイオニア関係に関しても、10月に発表ということで、今回はねその辺が結構主になってる感じですね。で、1個前のね動画の、マジックフェストの報告動画でもお伝えしたんですけど、マジックフェストで、購入したものに関しては、ちょうど日付がね、11月を超えてて、11月1日から3日間だったんで、そちらに関しては、来月の報告になりますので、あらかじめご了承ください。はい。じゃあ、ちょっとね、もう本当にエルドレインのやつと、パイオニア関係しかないんで、ちょっとそれも、まずパイオニア関係からいきましょうか。じゃあ、まずは、こちらですね。最初に購入したカード。はい。いきなりですが、ウリンの振動、ジェイスですね。はい。もうこちらね、パイオニアの影響によって、ものすごく高騰したカードではあるんですけども、こちらね、パイオニア、が告知されたその日にね、ちょっと滑り込みで、ジェイスはね、ちょっとパイオニアというよりも、ちょっと EDH が欲しくて、欲しかったタイミングだったら、ちょっとやばい、押さえとかなきゃっていうのでね、購入しましたね。で、実は、これね、2枚、購入してたんですけど、EDH 用にちょっと欲しかったっていうのもあって、1枚はもうちょっとね、売っちゃいましたね。で、購入した価格が、1枚1800円かな。はい、なんでかなりね、安く買いました。で、パイオニア告知前で考えると、1枚1300円ぐらいだったんで、1800円って価格が、まあ、それなりに、まあ、高かったりはするんですけど、もうちょうど初動でもう、その1300円から1800円前後で全部なくなって、もうこれも買っとくしかないと思ってね、滑り込んだやつが2枚買えた感じですね。で、1枚1800円なんですけど、もう1枚の方はね、1枚3400円で売れたんで、実質1枚ただみたいな感じで購入できましたね。これかなりラッキーでした。はい。ジェイスが1枚目。で、続いてがこちらですね。同じカード2枚なんですけども、次購入したのがこちらです。はい。ゼンティカーの、同盟者ギデオンですね。もうこちらご存知の方も非常に多いと思いますし、当時のね、ほんとゼンディがやられた方だったら、もう本当に強かったカードではあるんですけども、まあ、今回ね、パイオニア需要で、ギデオンももう一度日を浴びるんじゃないかというのでね、購入しましたね。で、あとはね、ちょっとモダンで僕バントスピリット、組んでるんですけど、そちらフルコイルにして、サイドボードに入ったり入んなかったりするんで、もうちょっとパイオニア需要で、一気に価格が上がっちゃうと、買えなくなっちゃうと嫌だなと思って購入しておきましたね。で、パイオニアでも全然使えるカードだと思いますし、いいカードかなとは思いますね。で、購入した金額はね、2500円かな。はい、2500円で1枚購入。1枚2500円で5社で2枚で5000円って感じですね。まあ価格、思った以上にそのパイオニア需要でギデオン自体上がってはないですけども、まあ今後もね、見据えれば、全然いいカードなんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、実はね、なんと、パイオニアのカードね、この今しか買ってないんですよね。まあ理由としては、もうちょっと間に合わんだろうって思ったのがまず一つ。滑り込みで、なんとか抑えれたのがもうここだけで、あとも軒並み、高騰してて、ここで買っちゃうと多分ね、高値掴みしちゃうだろうなと思ったんで、で、まあ、ある程度ね、パイオニアカードモダンもやってますし、スタンダードも、ある程度その時からやってたんで、カード自体持ってたんで、ちょっとここで深追いしない方がいいかなっていうのでね、あんまり買ってはないですね。はい、なんで、もう次からが、エルドレイン関係になるんですが、皆さんね、サムネを見ていただいて、わかるとは思うんですけども、エルドレイン関係は正直大変なことになってますね。はい、もう皆さんもね、エルドレインで初動で買われた方はね、もう同じ目に遭ってるんじゃないかなと思うんですけど、もうエルドレイン今回そのコレクションブースターの影響があって、もうほんと価格の変動半端じゃなかったんですよね。で、もうね、本当にね、日に日に価格が落ちていく姿を見ながらげんなりしてたんですけど、もうそれをね、ちょっと報告しないわけにもいかんだろうと。まあ、これがリアルっていうこともあっ
って、まあ、ちょっと紹介しようかなというふうに思います。はい、ではまず最初なんですけど、こちらのカード4枚ですね。はい、じゃあ行きましょう。こちらのカードが4枚同じカードなんですけども、こちらですね。はい、湖に潜むものエムリーですね。もうこちらね、いろんな動画でね、僕自身もお伝えしてると思うんですけど、僕めちゃくちゃ好きなカードで、最初言ってたと思うんですよね。パク出た時とかもこいつはすごいいいと思うみたいなので、初動、まあ、初動ではないんですけど、なんて言うんですか、初動の次は自動って、自動とは言わないと思うんですけど、初動の月のタイミングぐらいで抑えたカードなんですよね。で、今だったらね、どうなんだ、1500円ぐらいで多分超える、買えるかな。普通に、コレクションブースターがなかったとしたら、このカードも1万5000円以上全然してるカードと思うんですけど、やっぱりコレクションブースターで、これ以上上のね、拡張ホイールが存在しちゃった影響によって、エルドレン関係の普通のホイールっていうのはかなりね、値段が落ち着いてますね。で、最初、初動で見たときは、3908円とかだったかな。3908円とかで、それでもね、安いんじゃないかなってちょっと思ってたんですけど、で、初動の在庫がなくなった後に、2480円って価格出たんですよ。なんで、これ買ったのに、ね、2480円で買いました。で、これは、買いだと思って、4枚で、まあ1万円でね、購入したんですが、まあ現実ね、今は1500円ぐらいで買えるカードになってしまったということで、まあ結構損害ですよね。1500円だから1000円で、4000円これで損害って感じですか？マイナスとしては。まあただね、個人的に本当にこのカード僕好きなんで、そんなに後悔してないですよ。投資的な部分もあるんですけど、コレクション需要的な部分もあったりするんで、エムリー使うべき組もうと思ったら4枚いりますし、まあ、若干の強がりはあるんですけど、これ自体はそんな、僕の精神的なダメージはそんなに大きくはないです。はい。というわけで一番最初が、エムリーのコイル4枚でしたということですね。次ですね。もうね、正直、次。これが一番精神的なダメージはでかいです。はい。で、それがこちらの4枚なんですけども、こちらのカードね、買った人多いんじゃないかなと思うんですけどね、もう僕もその一人で、いきますよ。購入した4枚のカード、こちらになります。はい。やはりお前かという声が聞こえてきそうですけども、残忍な騎士の、ショーケースホイールですね。いや、これ見てください、これ。動画越しで見てもね、この美しさやばいじゃないですか。マジで、めちゃめちゃかっこよくて、まあ、それもあって、ちょっとコレクション需要もこれ上がるんじゃないかなと思って、僕スタンダードやってないんですけど、ちょっとこれは投資的に行こうっていうのでね、思い切って買ったんですよね。まあ、正直見るだけで眼福なのもありますし。で、買って、で、これについてね、ちょっと話をすると、まあ、最初、もう言っちゃいましょうか。僕が買った金額なんですけど、僕が買った金額は、1枚3980円でございます。はい。もう、これ正直目も当てられないでしょ。もうこれね、目も当てられないんだよな、これ。いやー、そんな下がると思わないじゃん、だって。いや、そうなんですよ。今ね、価格的にちょっともう見るの嫌で、あんまちゃんと最近価格を追ってないんですけど、どうだろう、これも1500円。下手したら、一時期僕1000円っての見たんですけど、ホイールで。1000円はさ、と思いながら、いや、そんぐらいまで価格が落ちちゃってて、ちょっとね、これについてお話しすると、もう最初ね、残忍な騎士の、ホイールって1枚ね7000円とか8000円とか下手したら1万円とかしてたんですよ。初動、本当に初動、発売日前のプレリリースのタイミングで、メルカリとかヤフオクとかで出てた価格的に言うと1万円とかだったんですよ。1万円かってなって、まあそりゃね、こんだけ綺麗だしかっこいいしなみたいな感じだったんですけど、徐々に下がってきて、で、これどこまで下がるんだっていうので、6000円、5000、いや、5キュッパとかだな。5980円とかぐらいになった時に、これシングルスターさんで買ったんですけど、で、エムリーもね、一緒に買ったんですけど、シングルスターさんで3980円ってのが出たんですよ。在庫、もともと在庫なかったんですけど、後から在庫復活して、出て、もう即買いしたんですよね、このエムリーと。残忍な騎士を。そしたら、もうね、ほんとね、次の日とか次の日ぐらいから、3980円が3480円、2980円、2480円みたいな感じで、もうね、だだ下がりしちゃったんですよ。
この日は。で、もうちょっと本当にね、いやもういいっすよ。もうコレクション需要としては本当にいいんですけど、まあ投資的な面ではね、本当にね、まあ痛い目を見ましたし、まあ勉強になりましたね、これは。本当に。多分ね、将来的にもね、相当記憶に残るカードになるかなと思います。はい。ということで、残忍な騎士を、のショーケース版を4枚と。本当にね、絵は本当に美しいですけどね、難しいですね、本当に。はい。という感じですね。で、こっからがね、価格がぐんと上がっていくんですけども、もういきなりこれですよ。はい。こちらですね。じゃあ行きましょう。これはね、いい感じのままできましたね。いいタイミングで買えたかなと思うんですけど、それが、こちらです。はい。昔々の、拡張ホイールですね。はい。これはね、もう最初のね、出たタイミングの時からもうずっと言われてて、価格多分ね、初動的にはね、29,800円とかだったんじゃないかな、と思うんですよ。だからまあ、コレクションブースターのトップレアだっていう風に言われてて、まあ単純にね、もう今もそうですけど、昔々の評価めちゃくちゃ、最初発売よりも上がってると思いますし、めちゃくちゃ強いカードってことは、証明されてはいるんですけども、やっぱり投資的には一番最初のその勝負のタイミングがもう高くつきすぎちゃってて、今はもう3枚になって、目も当てられない価格にはなってて、今のね、相場的にはどうかな、でも、13,000円とか、1万3,000円ぐらいかな、と思うんですけど、一応これね、僕が購入した価格は、12,500円ですね。大体相場が18,000円ぐらいまで落ちたタイミングで、12,500円っていうのがね、出品されてて、それをね、急いで購入したんですよね。で、めちゃくちゃいい買い物できたと思ったら、結局そこまで落ち着いてくるっていうね。まあ、ある意味だから、危なかったですよね。あのタイミングで17,000円も正直買ってもいいかなとか思ってましたけど、まあ12,500円に出会えたおかげで、一応今のところは大きな損はせずに、やれてますね。はい、というのが、昔々でした。はい、では続いてもね、こちら、目も当てられないシリーズ。まあこれが正直第1位かな。まあ残忍な騎士もまあそうなんですけどね、これが第1位ですね。ただ、まあこのカードもものすごく好きなんで、まあほんとシビアな目で見てたらね、そこはちょっとちゃんと改めて考えなきゃいけないところではあるんですけど、なかなかの損害をこぶってるカードがこちらですね。はい、厚かましい借り手の、ショーケースホイールになります。これもね、本当にね、もう僕めちゃくちゃ好きで、ボックス開封とかしてる時もね、これのショーケース版の非ホイールバージョンとか出てめっちゃ喜んだりしてて、で、このカードめっちゃ好きです。イラストもめっちゃ好きなんですけど、投資的にはミスっちゃったんだよな。いや、まあ、本当にね、完全なる大事故ではないんですけど、これもね、初動が、3万円弱から29,800円とかの価格がついてて、うわ、29,800円って言ったら、これも日に日に下がっていって、で、僕が購入したタイミングっていうのはね、1枚15,000円かな？そうですね、15,000円のタイミングで購入したんですよね。15,000円どうかなと思ってたらね、もう15,000円は全然ダメでしたね。今ね、価格的にはね、どうだろう、7,000円とか8,000円ぐらいかなというふうには思いますね。今の相場で言うと。ショーケースバージョンがね、もう本当にね、びっくりするぐらい値段下がっちゃったんですよね。まあ、その理由に関しては、ショーケースバージョンって、コレクションブースターでも出ますし、一応通常のボックスからも出るんで、というところで、価格が下がってる感じですね。一応ね、この辺も、ただその不幸中の幸いというか、あれなんですけど、この5枚に関しては、で、まあ、エムリとかもそうか。昔々もそうだな。あ、昔々はそうじゃないわ。エムリとかもそうなんですけど、初動のタイミングで買ったんで、全部コレクションブースターじゃなくて、通常版のやつなんですよね。印刷がちゃんと、綺麗な日本でのイラストのやつなんで、濃くてなんか、濁ってないんですよね。それが本当不幸中の幸いですね。こっちもそうです。めちゃくちゃ綺麗なんで、それだけは本当助かりましたね。はい。という感じ。で、厚かましい借り手は、15,000円ということですね。では、最後はね、こちらですね。はい、ドン。これはね、ちょっと他のやつとも、袋ごと違うんで、
まあ、ある意味分かる方、これの、この箱にね、見慣れてる方は分かるっちゃ分かると思うんですけど、まあさすがに分からんか。はい。じゃあ今回買った一番高いカードで、これに関しては、まあ今トントンぐらいかな。当時は結構安く買ったと思ってて、いや、もうちょっと下がってるかな、もうちょっと下がってるかもしれないです。なカードが、こちらですね。はい。湖に潜むものエムリーの、拡張ホイールになります。はい。もうこれはね、個人、まあ、多少ちょっと損はしてるんですけど、全く後悔はしてなくて、で、一応ね、買った金額を言いますと、こちら1枚1万7000円で、購入しましたね。はい。で、価格多分ね、今ね、1万3000円とか1万4000円ぐらいかな。多分そんぐらいだと思うんですけど、ちょっとだから損してますね。で、まあでも そんなにそ、これ強がりではなくって、そんなに気にしてないのは、これ今ね、ETH で使ってるんですよね。もうずっと僕、動画言ってたじゃないですか。見てくださってる方ご存知だと思うんですけど、エムリ使ってジェネラルで ETH 組みたいっていうので、今これ使ってね、頑張って今ね、デッキ調整してるんですよ。で、めちゃくちゃ面白くって、本当にね、なんか相棒と言えるようなね、くらいまで今ちょっと使い込んでるんで、まあそういう意味で、損はしてないというか、お金の分は、楽しんでるかなと。しかもね、こんだけ、丈夫なやつに入れてるんで傷もつかないですし、ジェネラルなんで、非常にいいですね。はい。という感じで、エムリーが1万7000円ということで、まあね、なかなか、改めて見るとね、なかなか今月はね、やってますね。はい。比較的ね、今このままこれ買い取りでショップに持ってたら結構大変なことにはなりますね、損害としては。で、まあただ、長い目で見た時に関しては、まあ、そうだな、ここちょっとね、残忍な機種は、ちょっとやっぱりスタンダード、まあ、パイオニア出たからワンチャンってのはあるんですけど、まあ、スタンダードパイオニアぐらいまでのカードで、他に関しては、それ以下も使えるカードなんで、長い目で見た時にはそんなに、まあ、結構、寝かさなきゃいけないとは思うんですけどね。値段も、もう上がってくるんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ、ここはちょっと厳しいかな、というような感じですかね。はい。で、一応ね、今回これで終わりではなくって、これシングルは一応これで終わりなんですけど、まだちょっとあるんでね、そちらも紹介しようと思います。はい。はい。では続いては、こちらですね。はい。エルドレインの剣コレクションブースターですね。はい。これはね、だいぶ前にもお伝えしたと思うんですけど、今回僕、コレクションブースター2ボックス買ったんですよね。で、そのうち1ボックスは、開封動画として、上げさせてもらったんですけども、残り1ボックスは一応投資用として購入したので、撮っている感じです。で、もう一個のこれは何かっていうと、ここには、もう空いてるんですけど、6パック、かな ?6 パックですね。6パックこの中に入って、で、これなんでバラで6パックあるのかというとですね、これは、プレリリースかな?プレリリースじゃないか。発売日当日に、バラで購入したものなんですよね。で、これなんでこんなバラで購入したかっていうと、まぁ、ちょっとね、なんていうか、せこいというか、まぁ、裏技というか、小技というか、っていう感じなんですけど、当時、ちょうど、発売日の日が、ペイペイの日っていう、ご存知ですかね。ペイペイって、まあ今本当に、いろんな人使ってる、あるじゃないですか。電子マネーというか、キャッシュ機能がついてるやつ。ペイペイの、1年記念。あれがペイペイができて、っていうので、20% 還元セールっていうのをやってたんですよね。で、その内容っていうのが、5000円までの購入で最大 20%、還元してくれて、で、かつ、還元金額の最大が5000円だったかなっていう感じだったんで、要はこれをね、2パックずつ買ったんですよ。お店の人はちょっと嫌だったかもしれないですけど、2パックずつ買うと1パックこれ2400円なんで、4800円じゃないですか。4800円を 20% オフして、まあ、1000円弱っていうのを3回やった感じですね。はい。ということで、1パックあたりね、その定価2400円のところが、これなんとね、2000円切って購入できてるんですよ。なんで、バラであんまり正直買いたくはなかったんですけど、2000円切って購入できるんだったら、これは買う価値があるだろうと。いうので、6パック購入した感じですね。はい。で、まぁ、ちょっとね、いや、お前、そんなことしてまでみたいに思う方もいるかもしれないですけど、正直別に犯罪とかでも何でもないですし、
やれることはやった方が間違いなくいいんで、ペイペイはね、正直僕絶対やった方がいいとは思ってますね。ちょっと話ずれちゃいますけど、ペイペイ扱ってるお店結構多いんで、マジックやってるところとかで、でペイペイって、ペイペイとは別にポイントサービスとかがあるんだったらポイントサービスもつきつつペイペイの方で還元もしてくれたりするんで、単純にやり得なんですよね、あれ。なんで絶対にやった方がいいとは思います。別にマジックに限らず何においてもですけど、コンビニよく利用する人とか、ペイペイで払うだけでパーセンテージ返ってくるんで、まあ今そんな大したパーセンテージじゃないですけどね。なんでまあそういうところからね、ちょっとずつ意識して、まあお金に対する意識を変えていくといいんじゃないかなというふうには思いますね。はい、ということで、ボックス1ボックスと、6パックというのを、投資用として購入いたしました。はい、そしてね、実はね、最後あります。で実はこいつが、今回の目玉なんですけども、いきますよ。今回購入した目玉はこちらです。はい、この箱見覚えありますよね、皆さん。ただこの箱、ここだけ見てもわかんないですよね。じゃあ見ていきましょう。はい、ここじゃわかんないか。あれどこだ、こっちか。あれ、あ、なるほどね、そういうことか。ですね、ある意味ここに何も書いてないことが、これがわかる人にはこれが何かがわかるんですけども、まあ、これはまず、ミシックエディションですね。いろいろありましたね、今年のゴールデンウィークに。いろいろあったと思うんですけど、そのミシックエディションシリーズのやつで、今回購入したのは、ミシックエディションのラウニカのギルドを購入しました。はい。で、なんで今更ラウニカのギルドを購入したかというと、まあ、ラウニカのギルドって、テフェリが、ま、入ってる、めちゃくちゃいい、一番最初に発売したミシックエディションなんですけども、これが、ま、単純に安かった。で、単純に安くて、もう価格先言っちゃうと、これ1ボックスで5万円です。5万円。まあ、高いっすよ。もちろん高いんですけど、ラウニカのギルドも、結構言うても1年半とかぐらい前の、発売なんで、もうもちろん在庫は全然ないですし、当時から結構なくて騒がれてはいたんで、今このタイミングで5万円で買えるってのはなかなか安いタイミングだったかなというふうには思ってるんですよね。で、僕自身が、ミシックエディション全部一応持ってるんですよ。持ってるんですけど、これだけ持ってなかったんですね。ラウニカの剣心と、逃走大戦のミシックエディションを持ってたんですけど、これ持ってなかったんで、実は結構探してたんですよ。で、僕、ラウニカの剣心2ボックス持ってて、逃走大戦1ボックスだったんですけど、だからラウニカの剣心をちょうどね、売ったんですよ。まあ、また年末とかにね、まとめてその辺紹介するんですけど、剣心を1ボックス売って、で、剣心ちなみに5万5千円で売れたんで、実は剣心よりも、安く買えたっていうね。なかなか剣心より絶対中身こっちの方がいいんですけど、安く買えたっていうこともあって、なんで今、これでついにね、ミシックエディション、全種類、手に入ったんですよね。なんで、これは、投資的にも、あれですし、まあ、コレクション的にも1ボックスずつ全部持ってるっていうのはね、なかなか、僕としても嬉しいというか、心地のいい感じではあるんで、これはかなりいい買い物ができたかな、というふうには思ってますね。はい。ということでね、10月の投資結果報告だったんですけども、気になる合計金額ですね。気になる合計金額が、なんと、15万5690円ですね。いやーね、今月もね、まあしょうがない。しょうがないんだよな。もうエルドレインでこんなのが出ちゃうし、もうこんなのも出ちゃうし、で、ラウニカのギルドも出ちゃうしというか、安く売ってるし、まあこればっかりはもうしょうがないと。しょうがないとしかね、ちょっとやっぱ言いようがないかな。うん。まあ、なかなかだな。ので、さっきね、言ってた通り、実は、まあ、15万円とかも結構、毎月これ結構やっぱりしんどくはなってきたんで、結構ね、手放してるものもあるんですよね。最近。ラウニカの剣心もしっかりではあるんですけど、結構カードを手放してて、今はちょっと回転させてはいますね。はい。なんで、まあ、本当にその辺も、含めて、
まあ半年前だから6月かな、6月のタイミングで半年投資結果報告っていうのをやらせてもらったと思うんですけど、まあ年末にね、1年間の集大成とかその結果をまたお伝えしたいなというふうに思ってるんで、まあその辺でね、また詳しく紹介できたらなというふうに思います。はい。で、改めて、マジックベストで購入したもの、正直ね、ここにあるものよりも、結構すごいもん、あるんで、それはね、来月のタイミングでお伝えしますので、ぜひそちらを、お楽しみにしていただけたらな、というふうに思います。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。